それではミニッツレーサークラス決勝 B メイン4分スタートします。さあトップで帰ってきたのは佐藤君、続いてケージ。さあ2周目終わり、佐藤君、荒木さん、原君、ケージ伯爵。さあトップは佐藤君、続いて荒木さん。ストラップは佐藤君が13秒07、荒木さん12秒74、原君12秒84、伯爵12秒69。123ガチです。残りが1分と25秒、1番2番の間は 3.5 秒、2番3番は 0.4 秒差。荒木さんと原君の争い。お、さすが伯爵、起き上がりました。お、ここで原君は2番手に上がったが、また荒木さんを差し上げた。残りが35秒。2番3番の間が2秒差。さあ2番3番は5秒差と空いてしまった。残り9秒。2番ゴール、3番ゴール、4番ゴール、はい、800ケージ、佐藤君ゴール、荒木さんゴール、はい、全車ゴールです。トップゴールは佐藤君、18周、4分1秒5。立ち上がりは佐藤君と荒木さんです。荒木さん